地図札幌市デジタル創造プラザは、旧名称で2013年4月より札幌市産業振興センター内に活動拠点を移し、現在はインタークロスクリエイティブセンター通称 i c c と呼ばれている。様々な場面でクリエイティブ産業の活性化を目指した取り組みを行う施設。札幌市経済局が創設したクリエイターのための施設であり、 プロジェクト創出拠点を目指している。ICC では、クリエイターやプロジェクト登録者をメンバーと呼んでいる。クリエイティブやコンテンツビジネスに係るプロジェクトを進めていく人材をサポートするために ICC プロジェクトメンバー制度を設けており、各種セミナーへの優先的参加、異業種人材との交流やネットワーク構築、マーケティングサポート、 プロジェクト推進のためのサポートなどを受けることができる。ほか、希望者には別途有料でクリエイティブルームの貸し出しも行っている。豊平区にあった札幌市教育研究所が使用していたビルを改装し2001年に設置した。翌年には札幌テクノパークの札幌市エレクトロニクスセンター内にあったデジタル工房が開店している。当初は 知的財産権ビジネスを主軸としたコンテンツ制作が新たな産業になると仮定しユニークなアイデアを持つ様々な分野のクリエイターを輩出、育成してきた。2008年には札幌国際プラザのフィルムコミッション化が移転している。2013年に札幌コミュニケーションパーク空にある札幌市産業振興センター内に移転しており、クリエイターと企業が 有機的なネットワーク構築によって、プロジェクトを排出することが必要不可欠であると、仮定し、プロジェクトのスタートアップ支援や、創造的プロジェクトのためのワークショップコンテンツ産業に関するシンポジウムなどを開催しながら、新たなプロジェクト誕生を目指している。卒業企業札幌市産業振興センター内にあり、札幌コンベンションセンターとラソラ札幌の間に一致している。 ありがとうございます。